内藤由紀昭和19年十一月九日は、幕末から昭和初期にかけての女性。旧姓は日向。藍津藩士、日向左衛門のの次女で、旧佐妻藩士、内藤健美の妻。藍津藩の上司で、お旗奉行を務めていた父、日向左衛門の母、地下の次女として、藍津若松城下に生まれた。地下は、藍津藩士、飯沼久目の心の娘で、 地下の姉は、藩家老、西郷を頼母の妻、千恵子である。また、元白子大使、飯沼帝吉は、雪の母方の陸軍軍人、柴五郎は、父方のいとこにあたる。三歳で聖母を失い、後に、有賀と世之助の妹、柊が、左衛門の五歳となる。日向家の近所には、藩法術師範であった、山本パ八や藩王目付であった。 高木小十郎の家があったことから、彼らの娘である山本八重、高木時代とは幼馴染みであった。幸と八重は高木家で裁縫を学んだという。慶応四年、藍津戦争が勃発し、やがて新政府軍が藍津若松に侵攻すると、祖母、ママ母、テイマイトで死に逃れ、小山材の百姓、栗木伝吉の家に避難する。父、左衛門のは、 大町口の戦いで奮戦するが重傷を負い、母方の実家である数親屋や敷地内で自陣した。兄、慎太郎は、遊撃二番隊の反対頭として、新政府軍と戦うが、メッシュ寺の戦いで重傷を負って、戦闘不能となり、やむなく、部下に解釈を命じたが、その首は戦後所在不明となる。明治2年、ようやく戦死者の埋葬が許されたことから、雪は、 父と兄の遺骸を探しに出る。まず、数屋や敷地内の竹藪で、父の遺骨と遺品を発見し、母大寺の上皇寺に埋葬した。兄の意外はなかなか見つからなかったが、ある村人が兄と思われる首の処置に困り、それを川に流したことを突き止め、ついにその首を見つけ出して、父と共に埋葬した。同年、会津松平家が都南藩に違法になると、家族と共に、 野辺寺に移り、雪たちは針仕事によって、生計を立てる。後に、ママ母の奉公先の青森に展示、さらに明治5年2月、北海道函館の際が孫六夫妻の奉公人となる。孫六の妻、朝は、藍津藩家老の柳瀬家の出で、雪とは、旧知の間柄であった。同年、旧薩摩藩士で、北海道開拓士の役人であった。 内藤健美との縁談が持ち上がる。雪は旧敵の薩摩出身者との結婚を、はじめは断るが、内藤の熱意もあり、11月に二人は結婚、札幌で新生活を始める。これは、旧敵同士であった合図出身者と薩摩出身者が結婚した最初のケースであったという。だが、そのような経緯があったためか、キは死ぬまで合津に帰郷することはなかった。 明治20年7月、雪は、夫、新島城と共に、秘書のため北海道を訪れた、新島八重と、約20年ぶりに再会している。雪は、驚異的な記憶力の持ち主で、晩年に、自らの激動の生涯を綴った手記、1万年青を残している。この手記は、昭和50年に雪の子孫から宮崎138に託され、 昭和52年宮崎によって合図史学会発行歴史春秋第9号で発表された昭和19年11月9日死去去年94母書は里塚霊園スピードスケート選手の内藤進むは孫にあたるありがとうございます